はい、今あの使ってる普通 の事務所の感じもあるし、うんうん、あと障子っぽいやつ、障子っぽいやつ、うん、実際あのモノラルが貼ってあるんですけど、あ、なるほどなるほど、その蛇腹でこうやって、はいはい、あ、ありますよね、はい、でもそうするともう本当にあのパーティションになっちゃうじゃないですか。あ、でも一応動かして、あ、まあそうか、動かして折りたたみで入ればいいのかな。旅のところってね、周り置いたいってみんな言いますよ。あ、だからなんか落ち着かない、そう、かやを言われました。おしゃれなかやがあるから、かや、ね、かや1000円くらいで売ってますよ。そう、だからでもそういう後からでもどうにかなるものはまあ後からでもいいんですけど、まあ、配置ですよね。まあでもかやはね言われましたね。誰に、市川さんに言われました、ココチロ、うん、そうなんです。まあとりあえずそうですね、ここでセミナーをやるとして、まあ声が反響した時にまあどうするのかっていう時ですよね。カーテンレールつけるんですよ。そうなんですよ。その辺もカーテンレールをつけたら、これ夏絶対暑い、そうなんですよ。なのでさっきの 3M の人は、うん、断熱シート貼るといいんじゃないかって言ってたんですけど、何十万かするっぽいんで、すごい高いですね。高いらしいですね。でも夏って変な話、12月1日オープンを予定してますんで、だから考えるっすよ。そっからでもシートっておそらく入れると思うんですよ、工事にそんなに。これ開くでしょ。開かないの。これね、開くんですよ。でも逆に危ないし、そうなんですよ。だから今この瞬間にここから飛び降りられます。真面目な話、ここやばいっすよ。ここね、今やばいんですよ。なので、で向こうもそうなんですよ、うん、こっちもそうなんで、だからここの100均でも売ってますよね。そうですね、だからロック、そう、ここは開かなくしないと何かの表紙で本当にここなんて、だって下手に背伸びして後ろ窓があると思ってたらありませんでした、ありませんでしたからね、落ち、普通に落ちちゃうから、ここは本当にやばいですね、はい。あとすごい個人的に気になるのは、あれエレベーターなんですよ。何なの、しかも結構使ってるらしいんですよ。すごい普通に扉だし、これね、ヨーロッパじゃないんだからさ、これもね、あのちょっと気になって、実際動いてるんですよ、これ。びっくりして、人が乗って動いてるの。いや、どうやら、あ、ほら今動いてますよね、ほら。おお、いや、ちょっとこれね、面白い、面白いって言ったら怒られちゃうんですけど、ちょうどいい具合に動きましたね。これがね、すげえ気になるんですけど、どうやら荷物の運搬をしてるみたいですね。飲食店なのかな。あ、どうも、使っちゃいましたね。今なんか搬送してんじゃないですか。そうなんですよ。すごいね。すごいんですよ、面白いんですよ。中華料理屋さんってああいう、ああいうのありますよね。ああいうのありますよね。はい。そうなんです。そうなんですよ、だからここは暑いんですよね。だからここ、フィルム貼る、そうなんですよ、フィルムはね、ちょっとなんか言われました。はい、あ、そうなんですか、あ、なるほど、掃除がね、はい。